はいじゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第92回でございます。で今回はテーマがねなぜを省略する理由とテーマサブテーマというか下の部分がこだわりそしてどちらが先かという話をしていきます。で今回は 珍しくって言うとおかしなことになるんだけど、ちょっと真面目な話をします。はい。で、えっと、最初にどんな話をするかを言いますね。で、それでまあ興味を持たれた方は聞いていただいたらいいし、ちょっとまあ硬い話にもなるので、あの、いや、それは興味ないやと思う方はそこであの U ターンしてもらって構わないんですが、あのー、実はですね、自分がこう動画の活動をしていく中で、まあいろんな質問をもらうんですね。あの、勉強の話もそうですし、その動画のスタイルとか、そういった話もいろいろあるんですけど、質問が。で、その中で、 例えば、数学とかで公式をやるじゃないですか。この公式を使ってっていうときに、この、なんでこの公式で解けるのかっていう、なぜの部分を説明しないんですね、自分は。基本的には。それは他の科目、小学校の算数とか、とか、あと他のね、中学校、高校、あ、高校はないか、他はね。中学校の他の科目もそうなんですけど、結構その、なぜの部分をね、説明しない。で、説明してほしいんですけど、そこも、とか。で、なんでそこを説明しないんですかとか、いろいろね、そういう質問をいただくんですけど、 えー、今まで多分話してないと思うんですね、それ。話してたらごめんね。ちょっと自分何喋ったかあんま覚えてないんですけど。なので、まあいい機会だしなと思って、今回それについて話していこうと思います。なので、まあそれをちょっと気になるとか、聞いてみようかなって思う方は、そのまま聞いていただいたらいいし、まああんま長くならないと思うんですけど、え、なんかいいやそれは。って思う方はね、ぜひ U ターンしちゃってください。あの時間もったいないんでね。じゃあいきましょう。 で、まあ、さっっきも言ったように、そのなぜの部分ですよね。そのなんでこの公式で解けるのかとか、うん、そういう部分なんですけど、あのー、例えばですねあの小惑星のどうにしようかな三角形の面積とかの公式あるじゃないですか底辺×高さまあ小学校なら ÷2 かな、まあ、×2 分の1もしくはねであるんですけどじゃあなんでそれで求められるか。 っていうとそこにはじゃあ平行四辺形の底辺かける高さがもともとあってとかでその平行四辺形をもっとたどるともっともとにね違うものがあってとかそれでつながりがもちろんあるんですねでそういった部分をあえて話さないんです高校とか中学校のやつでもこ,れこういう問題の時はこれを使ってねみたいないうふうに言ってしまうんですねであのもちろん好みがあるのでそれをね説明してもらった方がいい人そういうのがね説明がない人がない方がいい人って分かれると思うんですけど あのー、自分は基本的にはこの YouTube の活動のその動画ではしませんその部分はおそらく今後もしないと思いますでそれはなぜかっていうと YouTube の動画って一方通行なんですよあそこにみんなの前に俺がいるわけではないでしょだから例えばそのみんなの顔色とか、まあ、表情とかを見てあここちょっと今つまづいて伝わってないなとかだからちょっとこうやって補足でこの説明してあげようとかそういうことができないんだよね で一方通行でなってしまってるからよりシンプルにより分かりやすくするのが自分の動画スタイルと思ってるんですねだからあのよく概念形成っていう言葉があるんですよその例えば数字とかそういう世界観の概念ですよねそれを作るためにはそういったマニアックな部分とか詳しい部分を説明する人が出てくるなんでそこに至るのかっていう部分もそうなんですけどそういったものは全部ほぼ排除しちゃってる俺はね でその理由はさっきも言ったようにできる限りシンプルに分かりやすくしたい。うん、っていうのがまず1個。でもう1個はこれは俺の教育論になるんですけどその概念形成というか何でこうなるかっていう部分。で、まあ、学校とかでは受けあの勉強やるじゃないですか。例えば何でこうなるのかとかさ,あのさ中3のルートとか、まあ、平方根そろそろ今やってると思うんですけど。 とかだったらそのね図形を書いてその図形からルート2をなんで求められるかとかそういったふうに持っていくんですけどそういったものを全部排除してる自分の場合は。でそれはね、あのー、学校の教育を否定するわけではないですけどその概念形成を先にやってから、まあ、問題を解けるようにするっていうのが一応流れになってる主なね大きな流れになってるんですけど自分は結構それを逆に逆というか違う方向に捉えていて。 例えばみんなね、あのー、じゃあ何しよっかな、全く今学校で習ってない、みんなが全く興味のない勉強を新しく始めなきゃいけないときいい、始めなきゃいけないとするじゃん、もう強制でね。の時に、じゃあ最初に授業というか、受けましたと。で、その時に、あできるじゃんってか、おできたできオッケー OK、OK、いい感じっていうふうに、あ分かったかもって思ったら、あれ、もうちょっと勉強してみようかなって思うんじゃないかなって、俺は思ってるの、そういうふうに。で、自分がそういうタイプだったから。 最初にあのじゃあその勉強についての歴史を説明します。えー、1900何年にこうこうこの人がこうやってとかとかこういうことが元にあってこういう考えに至ってるわけですっていうそのね詳しい概念形成ではないですけどそういう詳しい部分を話されてそっから興味を持つっていうんだったら先にできるっていう経験を積む方が先じゃないかと思ってるのね俺はで,できるあ褒められたっていいいその経験ですよね いい経験がそこで起こることでやる気って起きるものだと思ってる。でそこでね例えば数学にしてもその褒められて「おできたできた!」ってなってからあじゃあ何でルート2ってこうなるのかなって興味を持ったら自分で調べると思うんですよ。俺はねほんと俺の考えですよこれ完全な。だからねその分かりやすいとか、まあ、できたっていう経験が先に来てほしい、まあ、来,る来るべきなのかなと思ってる、ね。でそれを 例えば自分の動画をね、見てもらって、できたっていう経験をするためには、よりシンプルに、こういう問題の時にこうするといいよって。で、それを実際にみんなが学校とか、ワークとか、塾とかで実践する。そしたら、あ、本当にできるじゃんって。あの役立てできるんだって。あ、よかったって。褒められた。できたって。その経験があって、そっから興味持つ子はもしかしたらもっと詳しいところを知りたいと思うかもしれない。でもみんなが思うわけじゃないと思う、それは。だって俺も思わないもん、別に。<laughs> そこまで。 数学は好きなんでね、そう思う思こともあったけど。だからそのなぜの部分を自分がね話さないっていうところにはそういったこだわりがあるよりシンプルにしたいっていうだからでもねその、こういうスタイルでやってると多分教育関係の方なのかなその、コメントとかメールとかでねもう教育者にあるまじき行動だみたいなのも言われたこともあるんですけどでも個人的にはその教育のやり方とかその、スタイルって別に正しい答えなんてないと思う。 ベストなんて絶対ない教育に。てか、あっちゃいけないと思うし、ベストは。よりベターなもの、つまりより良いもの、より良いものを、どん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 自分で試行錯誤して見つけて、それをみんなに提供するっていう。で、それが正しかったか正しくなかったかっていうのは、その見てくれてるみんなが証明してくれるから。そう。わかりやすかった、わかりにくかったって。もうちょっとこうした方が良かったっていう。そう。だからそれを自分がねあの、YouTube のコメントはなかなかもう返せなくなっちゃいましたけど、でもそれをね、あのできる限り読んで、 であーなるほどこうした方が良かったのかとかそれを次の動画にどんどん生かしてより良いものにしていくっていうそうやって3年間駆け抜けてきたので自分はうんだからこの「なぜ?」の部分を省略するスタイルについては自分は間違ってなかったと思ってるけれど今後やっていく中でねもしかしたらそれがあ違うなってもうちょっとここは「なぜ?」を入れた方が良かったなってそれもあるかもしんないでもそういうのはその場その場で対応してやっていけばいいだけの話なので うん、だから一応そういった思いがあってまあそういう、まあ、あのサブテーマのこだわりがそうなんだけどでごめんねさっき全部話しちゃったんだけどそのこだわりがそのこだわりでどちらが先かっていうのは分かったできたっていう経験が先なのか概念形成の部分が先なのかっていうのがそこはまあこだわりにつながってるという感じでやらせてもらってますなのでまあ今後もね自分のやり方にもちろん合わない子は絶対出てくるよ、うん、だって万人に受けるわけないんだもん教育が。 一人人の人間ががする教育がねけれど一、あのーまあ、人でも多くの人に見てもらってでそこでもちろんねいい悪いはあると思うあるけどでも一人でも多くの人にあ見てよかったって思ってもらえるものを提供するのが俺の役目だししかも YouTube じゃん YouTube なんてもう面白い動画とかねあの楽しい動画見てて笑える動画とかあとはもうね好きな歌手好きな,なんだバンドとかアイドルのプロモーションビデオも溢れてるわけで。 そういっったたものがたくさんある中で教育って勉強しようと思って見てくれてるだからしかもそれにね今自分はなんだっけ最初に5秒とか15秒の広告もつけてるから時間を余計に奪ってるわけだよっていう感覚でいるので自分は。でどうせどうせというかまあね時間を奪うんだったら見てよかったってああやってよかったって思うものを提供したいしそうしなきゃいけない、まあ、それが義務だと思ってるから。 なので、まあ、今後はね今後もやっていく中で方針が変わるかもしれない自分の正しいと思う教育はね変わっていくから常に3年間変わってきたしいろいろそうでも変わっていきながらもあの妥協せずにこだわり持ってねしっかり自分の俺の教育ハイチの教育っていうのをみんなに提供してでもちろん失敗することもたくさんあると思うけどでもそのままねそういうスタイルで今後もやっていこうと思うのでぜひあのなんていうのかなあのこれからも活用してもらえたらと思っております では今回はハイチのダラダラジオ第92回なぜを省略する理由について話させていただきました、えー、今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございましたで次回93回何でしょうか <laughs> まだ決まってないですけどねまた何か喋りますのでもしよかったらそっちの方も聞いてみてくださいでは今回はこれで終わります以上ですありがとうございました